ず3日目を迎えています G1 宮島チャンピオンカップ開設63周年記念。競争水面は第11レースの予選競争です。対戦メンバーは1号艇菊池康平、2号艇池田浩二、3号艇山崎裕二、4号艇白井英二、5号艇森高一馬、6号艇坪井康晴、以上6名の対戦。定番通りの待機行動です。このカード人気の中心は1号艇菊池康平。ここまで苦しい戦いを強いられています。ここを勝ってリズムアップといきますか。菊池が今ゆっくりとへさきを向けます。2コースは2号艇の池田浩二、前半は大外でしたが2着を取って依然安定した走りを見せています。3コースは3号艇山崎裕二、序盤2連勝マーク。残る3選手引きます。角は4号艇白井英二、前半逃げて1着リズムは上向き。5コース5号艇森高一馬、乗り心地は良化ムードのよう。6コース6号艇坪井康晴、伸びはいいと手応えあり。枠なりの3対3、角は4号艇白井、一本インは人気の菊池です。風はホーム向かいの風、今風速は4メートル近く。内から1番2番3番4番5番6番でスタートしました。2コース2号艇スタート立ち遅れて残る5艇を取っています。一寸マーク、金銭先前1号艇にまくれ出してきた3号艇届かない、握っていった4号艇懐ついて2番6番でバック側に入ります。さあここは逃げています。先頭は1号艇菊池康平、2艇進で4号艇白井、2番手優勢も内の方から2号艇池田がやってきて並んでくる。スタートは正常でした。今は2番トップで1号艇が回って潜り込んできた2号艇、握ってかわした4号艇、ホーム外に帰りまして、さあ日着争いは4号艇、白井がぐぐっと出てきました。ここで上位の体型は1番、4番、2番です。先頭は5艇身リードを取る1号艇の菊池康平、2番手は4号艇、白井英二、これから2周の1マーク、後ろからやってきた6号艇を包んでかわす2号艇の池田で、バック側に入りまして、上位の体型は1番、4番、2番です。先頭から2番手、2番手から3番手、4停身、5停身、空きました。そして直線コース、スーッとやってくる6号艇、坪井康晴、2番、6番の低間隔、じわりと縮まってきまして、2周の2マーク、2号艇が6号艇を抑え込んで回っていきますが、さあ、6号艇が接近してきました。さあ、2番の池田を捉えにかかった6号艇、坪井、レースはこれから最終周回。さあ3着争い並びました。今内側に6号艇坪井で、外側に2号艇池田、これから3周の1マーク、6号艇坪井が先に回って懐を狙う2号艇ですが、ここは及ばず。ここは6号艇坪井が逆転、3番手浮上し、体型変わって1番4番6番です。このまま1番4番6番で決まりますと、3連単のオッズは 30.8 倍、ラストターンマーク。先頭は逃げて初白星1号艇菊池、2番手は4号艇白井、そして6号艇の懐をついてこようとする2号艇は及ばず。体型は1番、4番、6番です。第11レース、先頭1番ゴールイン、4番ゴールイン、6番ゴールイン、2番ゴールイン、5番ゴールイン、ラストで3番ゴールイン。